五十嵐亮太です。もうかつての五十嵐のイメージ、まっすぐは速い、フォークは落ちてもコントロールは悪い、そういうイメージは全くありません。ご覧の数字になりました。53試合防御率 0.70 です。38ホールド、ただいま14試合連続の無失点、登板26試合連続ホールド&セーブをマークしています。これ以上の安定感って柴原さん、はい、ありますかね。ないです ね、 ね、一番中継ぎの中で安定してるピッチャーかなとですね、思いますね、はい、今年ホークスが優勝したらかなり MVP 候補だと思いますが、そうですね、はい、こんだけ、ね、フル回転で、ね、中継ぎ投げてますからね、その中で重要な、ね、ポイントを、ね、しっかりこの五十嵐投手を抑えてきてくれてますからね、このあってもあってもいいのかなと思いますけどね。ポイントになってきました、はい、クリーンナップです、うん、しかも、はい、森の好投もあり、はい、さらに森福のピンチを脱する、そんなピッチングもありました、はい、8回3番からナックルカーブから入りました。今日3-0、クリーンナップヒットを打っているのはペーニャの1本だけです。カーブを2球続けました。本当に最近フォーク使わないですからね。使わないですよね、このナックルカーブばっかりですよね。ですね、素晴らしい精度。3球連続サード真正面、弱いゴロになりました。3番の糸井を抑えました。3球続けてもこの力弱い打球です。打たされてますよね、ですね、まあ、本当今日一日うまく打たされてるのかなと、いうふうに思いますよね。武田投手もそうですけど、この五十嵐投手 にしてもですね、しっかり抑えてるなと思いますね。その両投手に共通しているのが縦変化の、はい、そうなんですね、そこ、まあ、キレがいいですからね、はい、やっぱしっかり振れないっていうのはあると思うんですけど、打たせましたよね、うまくですね、はい、今の初球はボールになりました。また素晴らしいまっすぐでした。外にね、いいボールだったと思うんですけどね、はい、バッターペーニャ、ここまでヒット1本です、まあ、ホームランがあっても1本ですから、だからこそ本当あの1点ですごい大きいですよね。大きいですね。強いゴロ、セカンド明石しっかりと慎重にさばいて2アウトになりました。だからこそ気持ち的にもどんどん攻めていけますよね、一発食らっても、まあ、まだ1点あるやと、はい、だからこそこうやってどんどんストレートで押していけますよね、糸井とペーニャを抑えて、さあ T 岡田、 T 岡田対五十嵐は今シーズンは 4-0 です。一つのアウトが本当に重くなってきました。今日のお客様が発表されました。32,728人というこの首位攻防戦、たくさんのお客様が福岡ヤフオクドームに集まっています。初球スイング、ストライクワン、追い込んでますからね。そうなんですよね、初球ナックルカーブ、はい、そして今の速い球、もう本当ねピッチャーのリズムパターンで進めていけてますよね、五十嵐投手は抜群の安定感。今超高速クイックで投げました。サードカット、松田から渡った、3人でクリーンナップを抑えました五十嵐亮太。これで15試合連続の無失点、ナイスピッチングでした。
8回の表までゲームが終わりました。2対0、変わらずホークス2点をリードしています。